12月31日の夜、2023年最後の夜ご飯を作ります。薄めに輪切りにしたさつまいもと人参は両面を油で焼いて、軽く塩コショウをしました。レタスの上にのせれば簡単な彩りサラダが完成。大きめに切ったネギはフライパンで焼き色をつけたら、豚肉と一緒に炒めます。豚肉の色が変わってきたらお水を入れて、多めの顆粒だし、お酒とお醤油で味を整えて、アクを取りながら一煮立ちさせれば肉そばのつゆの完成です。年末、私の実家に帰省した時にシークワーサーをもらいました。そばの味変に使っても美味しそうだなと思うのでカットしておきます。それから少し前に旅のお土産でもらったこちら、タコの干物、ぶつ切りにしてグリルで少し焼いておきます。31日の夜ご飯はこれを食べると決めていました。2023年の秋、夫婦で行った長野旅行の時にお土産として買ってきたお蕎麦です。さあ、ご飯の準備ができました。旅の思い出も振り返りながら年を越した夜でした。明けましておめでとうございます。新年の朝です。気分新たに飾り棚を変えてみました。新しく飾ったのはこちら、先輩にもらった手ぬぐい柄のカレンダーと、夫の両親にもらった置物です。夫は朝寝坊をしていてお休みを堪能しています。私は気持ち新たに新年をスタートしたくて手帳の時間を楽しみました。この後は準備をして夫の家族との新年会に行ってきます。可愛らしいめいこちゃんにたっぷり癒しをもらって帰ってきました。夜ご飯を作ります。この大根は私の父が庭で育てていたもので、実家帰省の時に掘り起こして持って帰らせてくれたものです。小ぶりですがとても柔らかくて美味しそうなので、これを主役におでんを仕込んでいこうと思います。麺取りをして出てきた端っこの部分や皮も後で使うので細長く刻んでおきました。おでんはコンビニで食べるものという印象が強くて、自分で仕込むのは初めてです。美味しくできたら嬉しいので好きなものをたくさん入れていこうと思います。厚揚げとはんぺんは三角に切りました。ちくわも斜めに切って、ネギは5センチぐらいにカット。野菜もたっぷり取りたいので白菜もたっぷり切りましたよ。
その間に大根の下茹でができました。このお湯を生かして卵も茹でていきます。年末にご馳走として買ったちょっといい牛肉、余っているので白菜をくるくると包んでおでんの具にしちゃおうと思います。ネギは薄切りの豚肉にくるくると巻いて竹串で刺して固定してみました。その間に卵も茹で上がったので殻を剥いて準備しておきます。お湯何リットルに対して何グラムと記載はありましたが、そういうことは気にしないタイプです。これくらいかな、やっぱり全部入れちゃおう。沸騰したお湯の火を止めて鰹節を大量に入れたら 1,2 分待ってから引き上げます。これで美味しいお出汁が取れたかな、しみしみになってほしいです。調味料はお醤油を大さじ4、お酒を大さじ4、お砂糖も少しとお塩も少し入れてみました。少し薄かったので味見をしながらお醤油や顆粒だしも足してみました。お出汁ができたので具材をどんどん入れていきます。まずは主役の大根と煮崩れしない具材たちから入れていきます。卵と練り物系ですね。この状態で15分から20分ほどコトコトしていきます。その間に他の具材も準備していきます。親戚の方からお裾分けしていただいたつきたてのお餅、これを使っておでんには欠かせない餅巾着を作ります。お揚げを開いてお餅を入れて、我が家には爪楊枝はないのですがこれがあるので大丈夫。視聴者さんに教えていただいたアイディアなのですが、パスタを爪楊枝サイズに折ってこうしてブスッと刺せばしっかり留めることができます。そのまま食べられるのもいいですよね。大根の皮と面取りした端っこの切れ端と人参を合わせて副菜も作っていきます。出汁を取り終わった鰹節も刻んで少し混ぜてみました。味付けは白だしのみ。しっかり炒めてたっぷりのごまを和えたらポリポリのきんぴらの完成です。さて大根がお出汁の色に染まってきました。続いてお肉系の具材を加えていきます。今回は豪華に鶏も牛も豚も入れちゃう。鶏手羽と白菜の牛肉包みとネギの豚肉包み、餅巾着も上にのせよう。崩れやすいはんぺんは最後に。お家で一番大きい鍋なのにもうパンパンですね。つまみ的なものがあっても楽しいかと思って冷凍庫に余っていた鶏皮も焼き鳥のように焼いてみました。自分で作った蜂蜜レモンで乾杯の用意も。私にとっておでんといえば大根。大
大根が主役のつもりだったのですが、全然見つかりません。好き放題詰め込んだ豪華な具材の中から好きな具材を盛り合わせて、いい感じ。大根柔らか、初めて自分で作ってみたおでん、少し味は薄めだったのですが美味しかったです。翌日の朝、昨日よりも味がしみしみになったおでんを楽しんでいきます。年末は豪華なごちそう続きだったので胃腸はちょっと疲れ気味。好きな具材を選んでつまむ感覚で食べれるおでんがちょうど良かったりする。今日は夫の先輩のお家へ新年のご挨拶に行くので準備をしていきます。顔を洗ったらスキンケア、化粧水はティーツリーのものです。最近は乾燥が気になるので2回つけるようにしています。その後はこちら、オバジ C10 の美容液。最後に美肌のクリームで保湿をします。これは去年の冬に買って使っていたものですが、まだ残っていて今シーズンで使い切って終われたらなと思っています。少し前は薄いオレンジメイクが好きでしたが、最近はブラウンメイクの気分です。ベージュで下地を整えたらブラウンとラメを少しのせています。そして最近購入したキャンメイクの影ライナーで薄めにスッと目尻だけアイラインを引いています。リップは友達がくれたクリオのものをずっと愛用しています。色味はこんな感じのメイクになりました。今日は少しきちんと感も出したいので、あんまり得意ではないのですがヘアアレンジも頑張ってみました。ハーフアップに結んだら毛先と顔周りだけ少しカールをつけてみました。手土産を持って行ってきます。年末年始のお休み中の我が家の恒例行事になりつつある片付け祭りと捨て活も行いました。私は溜まってしまった洗濯物などを中心に片付けをし、夫は夫ゾーンの散らかっている部分を元通りに直していきます。一時的にこの場所なら散らかってしまってもいいという場所を作っているため、片付ける余力がない時でも部屋全体が散らかりにくくなっていると感じますが、余裕がある時にはこうして時間をかけてリセットしてあげることも大事ですよね。片付けや捨て活を頑張れた時はご褒美のお茶の時間も大事。というわけで、やってみたかったおでん作りをしたり、挨拶回りをしたり、片付けなどを進めた年末年始の様子でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらまた次の動画でお会いしましょう。